もう水門が開き始めてるんだ。早くマリンさんを止めなきゃ。やめるんだマリンさん。キャスティさんたちも巻き込む気なのか。いいのですよ。私が何をしても叱る人なんていないのです。気にかけてくれる人も誰一人ね。それに大切な人を失った悲しみをたった1年で忘れるキャスティなんて嫌いです。愛する人を失って忘れる人がいるものですか。それに新しい生き方を見つけることは罪などではないわ。そう、私はただ羨ましいだけ。新しい生き方を見つけたキャシティが、それがとても悲しくて、私には生き方を選ぶ自由すらないから、私に選ぶことができるのはこんなことくらい。マリンさん！バカ野郎！何考えてないぜ！高い場所、たくさんの水、シングが死んじゃう。とにかく水門を閉めなきゃ。みんな、どきなさい！すげえ。ぼーっとしてないで、二人を追うわよ。シーブル村の引き潮よりすごい流れだったな。てめえの空っぽ頭はよく水に浮かぶんだろうがな。少しは考えて動け。シング、私すごくよくやったわね。シング、無茶しすぎだけど。ううん、まださ、これからマリンさんのスピリアを救わなきゃ。私はいつでも一人ぼっち。あの人の思いすら私にはわからない。私の思いもあの人には伝わらない。マリンさん、それは琥珀のスピルーンなんだ。だから返して。いや、これがあれば私の悲しみをみんなに伝えられる。私の悲しみをみんなが分かってくれるの。こいつはいけねえな。あのお嬢さん、琥珀のスピルーンを、デスピル病を受け入れちまってる。デスピル病であることを受け入れる？ああ、きっともともと何か辛いことがあったんだろう。そういう人間はデスピル病であることに幸せを感じることがあるのさ。こいつは厄介だぜ。だったら絶対マリンさんを救わなきゃ。デスピル病であることが幸せだなんておかしいよ。おお、いいこと言うじゃねえか。ここであのお嬢さんを見捨てたら総末会の名が廃るってもんだよな。
あれはマリンさん、そのスピルーンを返して。いやよ、いや、いや、これさえあれば私の思いをみんなに伝えられる。豪華な檻に入れられただ生きているだけの人形だった私の思いを。ゼロムだ、マリンさん、早くそれを渡して。いや、これを手放したら私が私でなくなってしまうもの。マリンさん、危ない。ったく、あのバカ、また考えなしに飛び出しやがって。みんな行くぞ。さっさと片付けるぞ。問題ない。スピリアにも損傷はねえみてえだ。ごめんね、マリンさん。これは琥珀のものなんだ。悲しみのスピルーン。琥珀、これは多分あまりいい感情じゃない。でもそれも君の大切な一部なんだ。だから戻すよ。震えてるの？琥珀。シンクのバカ！川に飛び込んだ時、私、シングが死んじゃったと思った。怖くて、悲しくて。私お願い、シング、もう無茶しないって。こいつも崖から海に飛び込むくらいめちゃくちゃなやつだけどな。ここは素直に謝っとけ。心配させてごめん。それから、心配してくれて、ありがとう。もっと、ジョジャン、そいつはいけねえ。うわわ、また飛び込もうとしたよ。なんだよ、この人。
死んでいい人なんて、いないよ。マリンさんが死んだら、私もみんなも、悲しいよ。でも、うちの人たちやキャシティに、私、ひどいこと。違うの。本当は全部私のせいなの。ごめんね、マリンさん。ごめんなさい。なんだろう。二人を見てると、スピリアがあったかく感じるよ。そうね。こういう時に流す涙は、ただ悲しいだけで流す涙とは意味が違うもの。それに、受け止めてくれる相手がいる時には、思いっきり泣くのもいいものよ。琥珀の涙を受け止めるか。そういや、じいちゃんが言ってたな。女の涙を受け止められる男こそ、本当に強い男だって。そんないい男、なかなかいないけどね。さあ、キャシティさんが心配してるわ。マリンさんを別荘まで送り届けましょう。マリン様、ご無事でしたか。さて、マリンさんも送り届けたし、私はこの町のギルドで次の仕事を仕入れてくるわね。キャシティ、アレク、ごめんなさい。私、あなたたちが羨ましくて、妬ましくて。いいんです、いいんです。それに、羨ましいだなんて、マリン様には誰より立派な騎士がいらっしゃるじゃないですか。昔は彼さえそばにいてくれればいいと思っていました。でも今は彼の気持ちがわからない。マリンさん、好きな人がいるんだ。それならその人ににっこり笑ってあげれば大丈夫だよ。じいちゃんが言ってた、美人の笑顔は地上最強の武器だってさ。それにマリンさんみたいに綺麗な人のスピリアが悲しい思いでいっぱいなんて絶対に間違ってる。そんな綺麗だなんて。でもありがとう、シングさん。綺麗な人？この浮気者が。やっぱりけどものださ。マリン様、お疲れになられたでしょ。少しお休みになられた方が。そうですね、シングさん。皆さん本当にありがとうございました。マリンさん、キャシティさん、アレクさん、みんな元気でね。みんな困ったことになったわ。デートで教会と揉めたことがもう噂になってる。なんとか娯楽都市ユーライオへの荷は取れたけど、このままじゃ我が社の存続の危機よ。いっそ潰れちまえばいいのに。そしたら俺たち自由に。あ？何か言った？すみません、何でもないです。これは、またスピルが反応してるのか。方角は東。この先に琥珀のスピルーンがあるってわけね。ユーライオもこの町の東。ちょうどいいじゃない。ユーライオに向かって手がかりがなくなったらその時考えましょう。そうだね。よし、とりあえずユーライオに行ってみよう。
道があるうちはガンドコ行かなきゃ。シングさんたちは荷運びの仕事を受けてユーライオへ向かわれたそうです。そう、皆さんが旅を無事に続けられるといいわね。この町を湖に沈めようだなんて、私本当になんということ。ご無事でしたか、パライバ様。デスペリ病の発生したシャルローにご滞在中と知り、御身を案じておりました。私は大丈夫です。旅の総末会の方々に助けていただきましたから。旅の総末会？それはもしやスピルーンを失った少女を連れた一行では、なおシング・メテオライトという。シングさんたちのことを知っているのですか？はっ、パライバ様、奴らを追うよう教師様より命令を受けております。パライバ、もう昔のようにマリンとは呼んでくださらないのね。パライバマリンドレ様、あなたは全大陸を滑る世界帝国マクスの頂点たる第二代史上皇帝陛下、その胸の悲願石の首飾りが何よりの証であります。第二代史上皇帝、悲願石の首飾り、そんなものは建前だけだとお互い知っているでしょ。昔のあなたはそんな風に言わなかった。パライバ様、奴らの行く先に心当たりはありませんか？知りません。私は何も聞いておりませんから。カルセドニー様、むやみに探し回っても無駄足になる可能性が高いと思われます。奴らはデスピル病の発生地を目指すはず。一旦帝都に戻り、中央の情報を得ましょう。そうだな、パライバ様、我らが護衛いたします。ご一緒に帝都へお戻りください。